どうなったの？何も見えなくなった。みんなは？いるよ。外の様子が全く分かんない。そっちはどう？同じだ。騎兵が反応しない。騎兵からも降りられない。コックピットに閉じ込められてるぞ。落ち着きなよ。大きな司、お前生きてたのか？僕だけじゃないよ。意識はないが玉尾さんも無事だ。玉尾さんも本当か？これをコックピットだと思っていただろうけど、実はそうじゃない。全く別のものだ。それではここはどこなんだ？僕の通信が君たちに届くということは、今はユニバーサルコントロールの外さ。あの世界を出たというのか？まさかこれが現実世界だと。現実世界？何の話だ？あの5つのセクター、あれは作られた世界だ。俺たちは仮想現実にいたんだ。仮想現実？僕たちはこの中で生まれ、ずっと夢を見て生きてきたんだよ。そして夢から覚め、現実に戻った。待ってよ十郎くん、私たちがいるのは別の惑星じゃないの？だってそういう宇宙計画なんでしょ？南の言う通り、ここは別の星で、その5つの居住区画の中だ。そうだよ網口くん、ここは地球じゃない。だけど地表にあるのは居住区じゃなく、僕たちが眠っていたこのポットの施設だ。じゃあ今までのことは、あれが全部幻だっていうのか？幻だけど嘘じゃない。そしてこれが尻尾。いいえ、滅びた世界から来た泉十郎の計画。この脱出計画だけが生存の可能性がある方法だった。ターミナルリンクの再接続で中枢に異常事態さえ認識させられれば、中枢は緊急脱出の手順を取る。彼はそれに気づいた。それが奴の426の計画か。すぐに脱出できないもう一つの問題もあった。あなたたちはまだポットの外で生きられない体だったから。え、このコックピットはそういう？そこから出るためには生命維持の肉体処置が必要だった。その処置が終わるまでどうしても時間が必要だったの。俺たちはここから出られんのか？安心して、処置は終了している。あの町のみんなはどうなるの？脱出計画を話さなかったのはきっとそう言い出すと思っていたから。彼らは私と同じ存在、人間じゃないわ。各セクターで生活していた120万人の人たちはユニバーサルコントロールが作り出した AI なのよ。そんな簡単には割り切れない。安心できるかはわからないけど、博士が彼らを保存してくれたのでデータは消えていないわ。まだ存在している。もう隠し事はなしにして、この宇宙計画は何なの？私たちを怪獣で試すのも計画のうちだったの？それはおそらく2188年の東雲涼子が計画を中止しようとしたから、 D が現れたのはそのせい。中止？人類に絶望していたの。最後に残った奴の記録なら俺も見た。最後は壮絶だったんだ。ここはどんな星なんです？これから住む星なら
情報を知りたい。琴目座方面、地球からの距離はおよそ1200光年。 RS13 アルファ惑星、月は2つある。太陽系出発からの現在までの経過時間は、いや、もういい。とても頭が追いつかねえよ。そうね、あなたたちにとっては地球だわ。もう衛星が大気圏に入る。司令船との接続も切れるわ。その前に一言謝らせて。私、この計画は無理だと思っていた。初めて騎兵に乗る子もいたのよ。ここでやれるだけやって未練を断ち切るつもりだったの。でもあなたたちは乗り越えた。どんなにテクノロジーが発達したとしても奇跡は人が起こす。人間もやるじゃない。ポットから出たら私と交信はできないけど、軌道上からいつでも見守ってる。忘れないで。この映像をあなたたちが見ているとしたら、この箱舟計画は成功したということ。そこは地球じゃない。テラフォーミングされた第二の地球。可能性のある星を求めて探査機は宇宙に散らばる。その星が地球からどのくらい離れているのかはわからないけど、可能性のある一番近くの星でも12光年は離れている。経過時間も数万年。いいえ、もっと気の遠くなるような時間が流れているかも。残念だけど、この映像を見てる時点で人類はもういないわ。地球は滅びの運命を避けられなかった。あなたたちは私たちの生まれ変わり。そこは前人未到の希望に満ちた星。18歳になったあなたたちはこれから開拓と生活に必要な専門知識を身につけるべく、2年ほど特別講習のプログラムを受けてもらうわ。その過程を終了した時、新たな故郷にその一歩を踏み出すの。こんにちは。私はクラベタマオ。人工知能が専門。この計画を手伝っているの。頼まれたので私から説明するわ。人間を含め動植物は遺伝子情報だけを運び、移住地でクローニングして再生します。ここに生き残った15人の遺伝子からもあなたたちが作られる新たな人類となるのです。ただ動植物は再生するだけでよくても、人間はそれだけではダメなの。や知識の結晶があって、初めて人類足りうる。だからあなたたち開拓者には地球で生活してもらうことにしたわ。生育ポットの中で地球の夢を見て過ごすの。新天地に降り立つ20歳になるまで、私たちにはそれを確かめる術はないけど、そうなるなら本当に夢のようね。あなたたちが本当にそこにいるのなら、人類の歴史を紡いでちょうだい。お願い。
今の映像は計画通りだった時のためのものか。本来は二十歳で外に出る予定だったんだ。真っ暗だ。ポットが開いた。みんなはどこに？ほら、ゆっくり立って、すぐ外の光に目が慣れるから。薬師寺、あなたで最後よ、重郎。みんなもう外にいる。行こう。どうしたの？驚いた顔して。これが本当の薬師寺なんだなって。あっちと違う。すごく近くに君の鼓動を感じる。やっとあなたと触れ合えた。これからどうすればいいのかな。みんなのところへ行こう。人類存続の計画なんだ。どうするかなんて決まってる。生きるのさ。再起動完了。ユニバーサルコントロールは正常だ。こちらも大丈夫。ターミナルは問題なくリンクされてる。セクター4が生き返った。さすがね、イダ君。あなたに任せてよかった。トミー、君は僕に愛想を尽かしたんだと思っていたよ。司令船に転移して孤立したとき、私が誰の ID を頼ったか分かる？網口柊。私にとっていつだって頼りになるのは伊田君、あなたなの。分からない。私はただ君と一緒にいたかったんだ。許されるなら君のそばへ行きたい。こっちへ。それは素敵ね。でも全セクターの復旧が終わったらかな。それならすぐに片付けてしまうよ。できないとでも？いいえ、伊田君は何だってできる。だって私が愛してる人だもの。もうすぐ司令船が地平線に入るわ。14時間のお別れね。ああ、通信が切れるまで君の歌が聞きたいな。いいよ、
戻ってくるなんて、あなたたちには驚かされるわ。それでどうなの、外は。ここを出て5年経ちました。地上の基地も2拠点に増え、生活も安定してきたところです。施設を復旧し、技術も学んでいます。涼子と私はこの町の人々をポッドで再現できないか研究中です。遺伝子工学者の東雲涼子の研究記録から遺伝情報を操作する技術を見つけました。可能なはずです。そうですよね。確か彼女、計画に参加する前にそんな研究をしていたわね。 AI たちをポッドで人間に。何年かかるか分かりませんが、第二の地球へ向かいたいんです。なんだ、うまくやっているようね。リーダーとしての私は必要なさそうだわ。お話を伺いました、博士。研究を見てもらえませんか。賭けはあなたの勝ちだものね。仕方ない、手伝うわ。お願いします、森村博士。彼もここへ来てるの。三浦も来ています。それじゃあ会いに行かないと。家族だもの。待ってください、ご一緒します。行こう涼子。久しぶりだな。お、うさみ。何よ。お前こんなだったっけ。惚れ直した。今と比べてぺったんこじゃねえか。ほんと育ってよかったな。この野郎、あの頃チンクシャとか抜かしてたの忘れてないぞ、リーゼント。今日は私戻んないから、あんた先に戻って子供の面倒を頼むわよ。子供？ミワちゃん、こっちこっち。今の話って何でもない。ない、ちょっとウサミちゃん、ごめん。そういや A のやつは、あの人こういうの苦手だから。相変わらず協調性ないな。みんなのポットをモニターしてるって。まあいっか。もしかしてさ、二人とも彼氏が。まさか。そんなことより女の子だけのお楽しみよ。何食べたい。ま、なんだ、よかったじゃねえか。そりゃそうだろう。お前の中のナノマシンにいたんだ。そりゃ俺も一緒にポッドから出ちまうだろ。泉さんが一緒に来てくれなかったら施設の復旧はここまでできなかった。おいおい、ここでは芝九太。分かったよ芝君。見ろよ十郎、元通りだ。時間設定を無理やり事件前に戻したから
あちこち矛盾が生じてるはずなんだ。心配性だな、重郎。辻褄を合わせるのはユニバーサルコントロールに任せろ。そうだね。俺のデータをこっちに移したから、しばらくお前の中には戻らないぜ。分かってるよ。あっと、忘れるとこだった。いいビデオが手に入ったんだ。例のビデオ見るだろ。もちろんだよ。重郎。めぐみ。驚いた。5年で随分たくましくなっていたのね。かわいい。君は変わらず綺麗だ。なんだ、こっちでも見せつけようってのか。まったく、猫なで声を出しやがって。泉さん、見てられないぜ。その深刻やめてください。しょうがねえな。邪魔者は消える。芝君、後でうちに来てよ。ごちそう作るわ。俺のは猫缶だろ。もうちゃんと来てね。太郎。レンジか。そうだ、確かそんな頭だった。これがいいんだよ。夏の待ってんのか。ここで待ち合わせなんだ。こいつも尻に敷かれちまいそうだな。なっ、大型てめえを待ってたんだ。輪島つらかせや。今日こそ白黒つけてやる。なんだよ、ずっとずっと待ってたのかよ、俺を。ああ。きしょう。じんときたぜ。なんのこっちゃ。輪島よ。よかった。生き返って。てめえ殴んぞ。ああ。殴れ殴れいくらでも。この野郎泣いてますぜ。なんかやべえぞ尾形。悪いもんでも食ったんじゃねえのか。ケイタロウ君、お待たせ。夏野さん、ごめんね、部室寄ってて。目が真っ赤だ、泣いていたのか。だってそれは彼に再会できたから。消去前の状態を復元できたんだね。 BJ の守り抜いたデータが今も私たちに知識を与え助け続けてる。こうして戻ってこられたのも君のおかげだ。すごいな、君たちは。三浦、私のナノマシンに入って外に出てみないか。君の中に。あら BJ、 私の中でもいいわよ。今日から考えておくよ。じゃあ行きましょうか。それで私をどこへ連れて行くんだい。私の家に来てもらって旦那様になる人ですってお父さんお母さんに紹介する。え、今から。なっちゃん、ゆうきちゃん、こっちへ今来たの。小夏がぐずるからボッド入るの遅くなっちまった。小夏ちゃん、ママ大好きだもんね。小夏のやつ、小さい頃のなっちゃんそっくりだろ。もしかすると私となっちゃんの娘なんじゃないかと思うんだ。そんなわけないでしょ。それより聞いたぞ、ようやく結婚決めたって。ケイタロウは堅物すぎるからな。しかしこういうことは責任が取れるようになってからでなくては。誰かさんとは大違いだ。それでそれで式いつやんの。今日はまず
私の家に挨拶しに行こうかと。なっちゃん家？懐かしいな。おばさん元気かな。行こう。しゅうくんは？いいよ、あんな浮気者。ゆき、ここにいたのか。網口か。なんだよ、こんなとこまで来てまだ怒ってるのか。密水だろ。東雲さんにモーションかけたんだって。俺は女の子の味方だっつってな。あれは井田哲也の記憶のせいで。私は小夏がいれば十分だ。そうだな、俺は大バカだ。娘も奥さんも命より大事なのに。君以上の女性はどこにもいない。この頃もきっとこれからも。そんな簡単に許さねえぞ。君に俺の部屋を見せたいんだ。残念でした。私はなっちゃん家へ行くんだよ。行こうぜ。後で電話してよ。バイクで迎えに行く。ゆきちゃん、行ってあげなよ。仕方ねえ。なっちゃんがそこまで言うなら、後で電話する。玉尾さん、ここです。ほら、40年経っても見覚えがあるでしょう。そうね、懐かしい。セクター5も間もなく復旧します。そうしたら慶太郎と3人で里帰りしましょう。40年で人はこんなに前に進めるんですもの。私たちだってできるわよね。肘山君。僕を放っておいて君はデートか。プレイボーイ気取りかね。出やがったな、沖野。違うな、俺は。まあ、可愛らしい。キリコちゃんの格好ね。どうした、肘山くん。ふん。もう女装ごときで俺を惑わせると思うな。5年の葛藤は伊達ではない。君は愚かだ。ここは仮想空間だぞ。どうして僕が性別を変えないで来たと思うんだ。何？それじゃまさか。確かめていいぞ。その手に乗るものか。妙なとこ行くじなしたな。バカ野郎。そういう問題じゃないだろう。どうしろってんだ。高俊さんは本当に沖野くんが好きなのね。違います。こっちの高俊さんは随分元気なのね。あなたは玉尾さんが2人。ああ、18番だよ。ループした玉尾さんか。彼女は意識だけでドロイドなんだ。知らない仲でもないし復元してみた。はじめまして。あなたがもう一人の私ね。はじめまして。しかしあれだ、ここで立ち話もないだろう。表へ出よう。こんなカビ臭い暗がりに連れ込むとは。肘山くんのデートはセンスのかけらもないな。襲う気だったのか。貴様のその神経が信じられん。しょうがない、僕が一肌脱ぐとするか。もっとカップル向きの場所を教えよう。じゃあ18番、玉尾さんをよろしく。こっちは大丈夫。ちょっと待て、何がカップルだ。ほら行くぞ。なぜ貴様と二人で。いい大人がダダをこねるな。私まだよく分かってなくて、あなたたちのこと。いいえ、私たちが目指していた未来の姿お話しします。途方もない時間を経て奇跡的に達成されたこの宇宙計画の全てを。待たせちまった。
森村先生。これどういうこと？説明してもらえるかしら、十郎。君を必ず助けると約束した。覚えてないか？覚えてる。時間はかかったけど、初めからやり直そう。初めから？ああ、ようやくこうして話せる。全部終わったらと約束したことは。それも覚えてる。でもこっちは忘れてるだろうから伝えておく。君を愛してる。それは覚えがないかな。でも私が愛してるのは覚えてる。